はい、皆さんこんにちは、ゴルフタットです。インパクトメカニズムその1、ボール初速とヘッド重量。これは私の書いたインパクトメカニズムチャート。今回はこのライン、ヘッド重量とボールの初速の関係についてお話しします。皆さんはこんな話を聞いたことがないでしょうか。ヘッドは重い方が飛ぶっていうのをよく聞くんですけど、これは本当なんでしょうか。そうするとですね、重さが変わると初速は具体的にどれぐらい変わるんでしょうか。この具体的にを誰も教えてくれないですよね。この動画を見るとこれらの質問の答えがわかります。あなたの目から鱗は落ちるでしょうか。それでは行ってみましょう。はい、早速なんですけど、まあ、これがですね、初速の式ということで、この式でボールの初速が計算できます。まずこの青いアイテムなんですけど、これがですね、打ち方で変わる部分、まあ、クラブスピード、ヘッドスピードは当然ですね。そして、このスピンロフトなんですけど、まあ、これトラックマンの定義の通りで、ダイナミックロフト引くアタックアングルなんですけど、まあ、これはですね、ロフトの影響ということで、インパクトメカニズム3で解説しますので、まあ、今回は、影響なしということで考えていきます。この緑の部分、ボール重量とこの反発係数なんですけど、これはですね、ルールで規定されています。ボールの重量は 45.93g。COR が 0.83 が限界なので、同じ方向に飛ばすので 1.83 になります。そして、今回のテーマのですね、ヘッド重量はここにありますね。ボールドのアイテムなので、これはですね、クラブによって変わる項目になります。そしてですね、ここを見るとですね、このボールの重量は、この決まっているので、ヘッドの重量ってだいたい 200g ぐらいなので、ヘッドの重量が大きくなってくるとこの影響がだんだん薄れていって、この項が大きくなるっていうことは分かりますね。そうすると何となくヘッド重量が重い方が飛ぶんじゃないかということは分かりますね。それでは実際に計算してみましょう。はい、これは私が作ったですね、初速カリキュレーターです。ヘッド重量、ヘッドスピード、スピンロフトを入れてやると、初速とインパクトファクターとリーク。まあ、リークっていうのはですね、スピンロフトによる初速の損失なんですけど、まあ、これが計算できると。いうことで、ちょっとやってみるとですね、まず、標準の 200g。で、ヘッドスピードはもう標準の 40m で、先ほどのスピンロフトは今回考えないんで、0にすると、そうすると初速が 59.53 とか。じゃあこれちょっと増やしてみるとですね、202g にしましょうかね。お、なんとなくここが増えるのがわかりますね。じゃあもっとこう、210ぐらいにしましょうか。そうすると、これが増えていくのがわかりますね。ということで、やっぱり重い方が飛ぶということが、計算してみると分かりますね。じゃあ 220g にしましょう。まあ、こんな重いヘッドはないんですけど。まあ、そうすると、この、初速の値が上がっていくということが分かりますね。はい、それでですね、計算して、グラフに描いたのがこれ。で、横軸がヘッド重量、縦軸が初速ということで、やっぱり重い方が初速が出るということが分かりますね。ただし条件としてですね、これはヘッドスピードが 40m、スピンロフトが0、そしてフェイス2パスが0。これ何言ってるかっていうと、まあ、真っ平らな面で、まあ、ロフトが0のドライバーがあったとして、まあ、それで横にも全く曲がらずにまっすぐに当てて、でしかもセンターヒットと、まあ、一番理想的な条件で打ったときに、この初速になるよという数字です。まず、一番標準的なドライバーの重量は、ヘッド重量は 200g なんで、その時の初速は 59.53。重めのものですと、まあ、大体 205g ぐらいなんですけど、まあ、その時は 59.80。
で、軽めのもので 195g ぐらいなんですけど、ここなんですけど、59.25 ということで、まあ、ドライバーの場合は、5g で、まあ、だいたい 0.28m ぐらい変わるというのが実際の、ところですね。これが、ヘッド重量のボール初速に対する影響。はい、そういうことで最初に戻ってですね、ヘッド重量は重い方が飛ぶっていうけど本当でしょうか。あ、これは本当でした。ただし同じスピードで振れればの話です。そして、重さが変わると初速は具体的にどれぐらい変わるかっていうとですね、まあ、これ先ほどの変化はですね、実は正比例じゃないんですけど、まあ、実用的な範囲ではですね、 5g で 0.28m 毎秒変化ということでいいと思います。はい、そういうことでですね、で次回はですね、どのヘッド重量が一番飛ぶんだよって知りたいですね。まあ、これについてお話ししたいと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。